はい、皆さんこんにちは、グツでございます。今回はお家で遊ぼうシリーズのプリンを作ります。作るかもうできるやつできるとおかしいな。もう作るとこを進さんと手順だけちょっと説明します。いや、見ときや。まず見る、この鍋に、このプリンの素を入れて、400牛乳を入れて、沸騰したら、冷やして OK です。簡単です。こんな感じ。で、今から用意します。はい、プリンの用意ができましたが、今回使う容器は、こちらにあるステッチ。で、これはキティです。で、余ったらこちらの季節外れなんですが、クマさんのサンタさん。で、雪だるまの靴ですね。この容器はですね、うちの近所のケーキ屋さんが、昔にこの中にプリンとか入ってたんですよ。で、それで売ってたのを、このまま残してあります。結構古いですね。でも綺麗よな。10年前ぐらいなんですよ。でも綺麗よな。こちらに入れていきます。はい、プリンを入れました。これはこんな感じです。で、これをね、今から1時間以上冷やすので、冷やしていきます。はい、プリンの動画の続きですが、一応ね、めんどくさいんで冷凍庫に入れて乾燥しました。できた。綺麗じゃないな。綺麗よ。綺麗よ。そう。うん。これにさ、綺麗。綺麗。カラメル作った。カラメルを作ったの。カラメルを作ったので、これをお前どうやったの？ステッチでいいか。ステッチ。あ、ごめん。どっちでもいい。ステッチかこっち。こっち。どっちか。先に入れた方がいいかも。ステッチでいいよ。ステッチでいいよ。うん。下の入れ方やん。まあで、今からやん。お前、キティちゃんでいいの？ちょっと食べてみたいと思います。はい。プリン完成。できてる？うん、プリンや。当たり前やけど。うん、これ安くて上出来やん。うん。カラメルいい感じやな。うん。これ。今日スーパーで、180円ぐらい。いや、そんなのそんな。140円ぐらいで売ってます。プリンエール。これで、だいたい小さいコップだと4個分。4個分で一応カラメルの素がついてくるので、それを水を溶かしてカラメルを作るので、箱、この1箱買えば、大きい、コップだと2人分は作
作れます。まあ子供さんにね、子供と一緒に作るのはいかがでしょうか。ほんまはあの冷蔵庫でだいたい1時間したらいいんだけど、まあ、めんどくさい方は冷凍庫で30分。ほんまカラメルって苦いけど、うん、甘さいいわ。わかるよ。うん。美味しい。うん。カラメル美味しい。ないよ。いかがでしょう。この容器で売ってないから。もう売ってない。元からケーキ入ってるやつだから。持ってんじゃん。売ってないわ。もうないの。もうやないよ。もう。もうない。これね、あの青木っていうケーキ屋さんがあるんですよ。それに。青谷。あ、ごめん。青谷。青谷っていうケーキ屋さんに売ってる、まあカップケーキとかこういう状態で、元からこういう状態で売ってるんですよ。大体1個500円程度で買えます。で、この、今、ヤヤさんが食べてるこのステッチの、この容器も、こういう容器。ステッチ。来てたもんな。いいじゃん。なんかなかったっけ？うん、分かんない。分かった。あの僕はこういう容器昔あの見たら買ってたんですよ。あのその場しか手に入らないので、まあ、ゆすいだら一応使えるんですよ。あのヤヤさんが小さい時にこれにジュース入れてちょうどいい大きさなんで、クリスマスとかにジュース入れたりとかして覚えてないので。こういう容器は、あの極力ね、捨てずに、まあ、もったいないんで、もう、もともこれ、ほんまに、あれ、なんていうの、陶器のコップなんで、しっかり、これ、この単体でもし売ってたとしても、これだけでも、結構1000円もすると思う。プレミアム。これ、そうそう。これは、ケーキ入ってて、500円ぐらいで買います。ケーキが、プリン入ってて。持ってんの少ないの、ね、ここ。よくあるみたいな。ないよ。キーちゃんの大きさとかで、ね、700円もしないと、600円もしないと。っていうね、お買い得なの。ケーキ屋さんでこういうの見つけたら、手に入らないんで、絶対ね、買っといた方がいいです。クリスマスケーキを僕らはまんまで1個食べられないので、大体こういうケーキをいくつか買うで。で、例えば、いくつか買うでも、残せれるんですよ。このまま置いといて、次の日食べれるんで。だからこれを複数買って集めてる時があります。もうちょっとやってみる。というわけで、まあ、皆さんもいかがでしょうか。お家でね、作ってみてください。以上です。クズでした。レオでした。また見てな。見てね。